私の旦那を殺してくださるならば、あんたと私じゃ生まれた時から違うんだよ。先生の匂いはなんだか懐かしい。人の定めを決めるのは神や仏か。気まぐれにむごいことをしやがるから、神や仏が許したとしても。彦さん、私たちもいつかはこうなるんだろうね。そうだろうね、マヤさん。私にとって女を抱くというのは死に近づくことのようにも思える。寂しい人ですね。人を殺せばいつかは殺される身となるだけだ。あんたほどの侍を仕掛け人なんかにして悪かった。殺したいのはお前ではない。あの者はお前のことなど何とも思っておらぬ。分かってます。こたつの日はこれでいいかい？